い、こんにちは。スプレーアウトでのべだちゃんと梅ちゃんです。メキシコのチャパスの有名な町、なんていうの、サンクリストバルデラスカサ。もう全然なんていうのかわかんないけど、なんで有名かって言ったら、こうヨーロッパっぽいって有名なんだよね、メキシコで。うん、でもともとスペインの植民地だったからヨーロッパっぽいんだよね。そう、ヨーロッパっぽいですよ。私はヨーロッパに行ったことないから言えない。お腹減ったから、なんか食べよう、うん、で、まだ何食べるか決まってないから、ちょっと歩きながら決めます。なんかヨーロッパ行った感じがするから、パスタが食べたい。パスタ、パスタ、じゃあパスタ探そう。パスタ探そう。バーガーキングメキシコバージョン。全然違うじゃん。違う。なにこれ、服が売ってるけど。なにこれ、あ、これ理由って書いてある。ああ、リュウの逆バージョン。なんか判定させちゃったじゃん、リュウ。あと濃いもん、濃い濃い。あ、かっこいいじゃん。で、この店の名前は犬気をつけてよ。犬に気をつけてって名前、そうだよ。面白いの。面白い。あ、めっちゃ濃いじゃん、あれ。メキシコの服です。ピッタ、ピッタ、パスタ、サラダ。あ、着いた。ありました。着いた。パスタ、パスタ、パスタ。もう僕しかないかも。ん、あ、ごめん。なら待って。もうヨーロッパそのまま。本当に。うん、嘘。人もだし、家もだし、花もだし。なんかヨーロッパとメキシコの文化がミックスされてるから、うん、なんか世界でここしか存在しない。そうだよね、うん、私にとってこれはメキシコ、うん、マジ？メキシコといえばこれはメキシコ。あ、そう。うん、オッケーということで、もうやっと来たね。もうイタリアに来ました。これラザニアじゃん。そうだよ、ラザニア。めっちゃうまっ。あるやん。やばくない？超うまい。超うまいね。え、めっちゃうまい、ここ。うまっ。ヨーロッパっぽい街を2人でデートして、2人でイタリアン食べて、ここでワインがあれば最高ね。最高。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。アディオス。見て見て見て。